発達障害という才能を伸ばす。どうも、発達障害カウンセラーの和樹です。本日は、発達障害を持っていると会社勤めが嫌すぎるということについてお話しいたします。あなた、会社勤め楽しんでますか？いや、もうね、朝が来るのが待ち遠しいよと、目覚ましになった瞬間バーンって家出て、もうダッシュで会社向かってますなんていうね、まあ頭おかしい人なかなかいないと思います。ああ、もう仕事やだなーなんて方、やっぱり多いじゃないですか。まあ、別にそれは珍しいことではないですし、発達障害だから嫌だっていうわけでもないんですけれども、やっぱり ASD、 アスペルガーや ADHD を持っている方というのは異様に辛い。もうなんなん、嫌になっちゃう、もう家にこもってたいっていうね、思ったことあなたもありませんでしょうか。僕は20代ずっと思ってました。もうバイト行きたくないみたいなね。で、これ実は4つの大きな要因というのが関わっています。これがあるせいで本当に僕らはね、ちょっと会社勤め何もうまくいかなくなってしまいますので、じゃあ今日それは何なのかと、そしてそれってどうやって改善していけばいいのということについて詳しくお話します。まあ、仕事というのはですね、これからあなたの人生の3分の1っていうのをですね、まあ、占めていきますから、人生においての幸せに大きく関わっています。これからあなたが幸せになる一歩というのをね、踏み出していけますので、ぜひ最後までご覧になってください。というわけで、発達障害持っている人が会社が辛い理由、これまず一つ目が合わない環境です。つまり発達障害の特性上、環境にうまく馴染めなくて仕事ができないってとか、感覚過敏でそこにいるだけで辛いなんてことがありますので、そういったね、合わない環境にいてしまいますと本当に地獄です。というのもやっぱり発達障害って、そもそも能力の凹凸があるっていうね、素晴らしい才能があるということでもあるんですが、やっぱり苦手な部分が足を引っ張ってしまいます。そして会社勤めというのはですね、ここをぜひ伸ばしていこうねというのではなく、みんなと同じ平均をやりましょうねと、ここ別にいらないですよっていうことになるので、ここばっかが目立ってしまうんですね。苦手な部分っていうのが足を引っ張ってしまうんです。そう、つまり発達障害の人が輝くにはどうすればいいのって、環境が何よりも大事なんですね。でも実際会社ってどうですか？一つの仕事に集中しようと思ったら、横とか前でうろ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 されたりとか、声かけられて集中切られたりとか、まあ、感覚過敏持ってる人なんかは、まあ、匂いがとか光が音がって言っても、電話受付でも辛いですよね。ブルブルってなってビクってなるみたいな。本来はあなたは素晴らしい才能があるんですが、環境が合わないと本当にポンコツになってしまいますので、注意が必要なわけです。そして二つ目の理由が人間関係です。まあ、これも環境と大きく関係してはいるんですけども、合わない人間関係、地獄。もうね、仕事をしていればいいっていうだけがやっぱ仕事じゃないんですよね。人間関係もうまくやんなきゃいけないの込みで仕事なんですよ。会社員ってしんどいですよね。面白くもないのにさ、愛想笑いしたりとか、思ってもないことに合わせてへーへーとか言って言ったりとか、お昼もみんなでご飯を食べていきましょう、勘弁してくれよって話じゃないですか。発達障害を持っている方の多くの人が人間関係が合わずに辞めていますので、ここはね、とても大きなウェイトってのを占めてきます。またね、別に嫌われていないよとか、特におつぼねさんとかね、厳しい人はいないっていう職場だったとしても、自己卑下とか気が弱いというところから嫌な仕事を押し付けられがちなんてことがありますから、それで病んでしまうってことありますし、やっぱり僕ら発達障害持ってる人間って自己完結で終わる仕事ってのが向いてるんですよね。営業なんかの仕事でもチームだとちょっとしんどいんだけども、一人で全部終わらせられるし、営業だったらすごく結果出すことよくあります。ただ多くの会社というのはね、それができる環境ばかりではありませんから、息苦しさを感じてしまいます。そして3つ目の理由がマルチタスクです。ただですね、合わない仕事というのをですね、まあ、同時にいくつもたくさんさせられる、そんな経験あなたもありませんか？逆に一つのことに集中できるというのをシングルタスクといって、これは結構僕ら向いてるんです。僕の場合で言いますと、例えば動画を投稿する、一つ撮っても原稿書いて撮影して編集して投稿してって、いくつかのステップがあるんですよ。で、それを一気にやろうとしたらやっぱり僕やんじゃいます。でも今日は原稿だけ書こうとか、明日は撮影だけしようみたいな風にシングルタスクになるようにしてるので、なんとかやっていけてるんですね。他にもマルチタスクの話で言うと、僕らっていうのはワーキングメモリー
というですね、短期記憶を保持したりとか、まあ、引っ張ってきたりとかっていう情報処理する部分があるんですが、ここが弱いんですよ。だからいくつも案件抱えちゃうと、どれかが抜けてしまったりとか、優先順位うまくつけられなかったりとか、もうごちゃごちゃでパニックになります。目の前の仕事しながら電話も出て、緊急で会議の資料をまとめてとか言われて、来客の対応もしてとかってね、もう3ヶ月経ったら心壊れますし、飲食店なんかに勤めたら、ドリンク作りながら接客して料理も出してとかで、いろいろやんなきゃいけなくてね、やっぱり死ぬんですよ。本来は僕らというのは自分のペースで仕事をできるというのが一番なのですが、やっぱり会社勤めというのがどうしてもうまくいきません。じゃあこれどうやったら生きやすくなるのというのをですね、僕の公式 LINE にてお話ししますので、ぜひ最後までご覧になってください。そして会社勤めが向いてない最後4つ目の理由が通勤と退勤です。もう満員電車、地獄じゃないですか。感覚過敏があって、もう人の匂いとか音とか人混みで気持ち悪くなっちゃうってことやっぱありますし、体力がないもんですから、ずっと立ちっぱでね、いなきゃいけないってほんと辛いです。僕は電車通勤してた時なんかは、もう会社に着いた時点で疲れてました。ああ、もう横にありたいってね、思うことやっぱりあったんですよ。しかも人によっては1時間とかかけて出勤してる人いません？で、帰りの電車とかでね、ちょっと寝ちゃうと、すっきりちゃって夜寝れない。で、夜更かししちゃうみたいなね。もう、負のループです。やっぱり僕らというのはですね、環境が何よりも大事ですので、通勤退勤はもちろんのこと、人間関係や会う仕事かどうかというのはあなたの人生に大きく関わってくるんです。これをちゃんと見つけていかないと、60とか70で定年になるまで辛い感情を抱きっぱなしになっちゃうんです。じゃあどうすればいいのっていう話ですよね。もう生きやすくなる方法を教えてくれと、もうそれさえ知っていれば、こんなクソったれな人生抜け出してやるよってね、思われてる方もいらっしゃると思います。まあ、そこでですね、僕が20代の時に本当に知りたかった情報、生きやすくなる方法というのをお話します。これ、具体的には動画説明欄にある公式 LINE に登録していただき、今回のキーワード、会社勤めというのを入力してください。これを押していただきますと、どうすればこれから幸せになれるのかという動画が見ることができます。ですね。ちょっとね、見るだけじゃなくて、ぜひ実践してください。本当にあなたの人生変わっていきますから、ね、アクション起こしていただければと思います。僕は普段このように、あなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しております。さらにね、多くの人がこの動画を見て幸せになれますように、この動画の拡散及びいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。確かに、今は辛いかもしれない。でも、ちゃんと抜け出せる。発達障害というのを武器にして、あなたは幸せになりますから、ぜひ共に成長していきましょう。あなたの幸せ、これより応援しております。以上、和樹でした。